西武ホールディングス本社、プリンスホテル本社などが入居している、ダイヤゲート、池袋左側、グループ企業の本社が多数入居している、西武第二ビル。右側、西武鉄道本社ビル。西武グループは、西武ホールディングスを、持ち株会社とし、西武鉄道及びプリンスホテルを中心とする、企業グループである。コーポレートスローガンは、出かける人を、微笑む人へ。 堤つ次やが創業した西武鉄道を中心とした企業グループを前身とする。や次郎の死後は兄弟会を設置してグループの秩序の維持を行ったが、1971年のや次郎の7回期を機に国土計画、西武鉄道の社長を継いでいた三男、堤義明による異常各社を核とした西武鉄道グループと西武百貨店など、 流通部門を任されていた西武鉄道取締役の次男、堤見聖治による同社を核とした西武流通グループに2分され、吉明と政治の間で両グループの相互不干渉の確約が交わされた。このため、他の東京地下鉄以外の大手施設が百貨店やスーパーマーケットなどの流通業をグループ会社に持っているのに対し、 西武グループは主だった、流通業を持たないグループとなっている。その一方で、西武鉄道沿線の西友店舗の一部を、西武鉄道からの賃貸で出店し、西友、西武百貨店、パルコを、西武鉄道沿線や、西武グループが開発する土地に出店させ、西武百貨店が1979年に、西武鉄道グループ参加となったプロ野球。 西武ライオンズのユニフォームスポンサーとなり、ライオンズの優勝セールを、西武流通グループ、セゾングループ各店で行うなど、協力すべき点では両グループが協力するという関係だった。上場会社の西武鉄道株式を、非常上で、堤家が支配する国土が所有することで、吉明の意向によるグループ経営が可能だった。このトップダウン経営により、事業を拡大。 プリンスホテルやゴルフ場、スキー場を次々と立ち上げ、業界主位となったことにより、バブル景気によしあきは世界長者番付で世界一となったこともあった。また、クラウンライターからプロ野球球団を買収し、西武ライオンズを設立。球団自体もパシフィックリーグ優勝5連覇、日本一3連覇など、 リーグ優勝計16回、日本一計10回に輝くなど黄金時代を築き上げた。しかし2004年、国土と西武鉄道をめぐる株主偽装事件が明るみに出て、吉明は失脚した。そのため、同族経営から脱却を図るため、水穂銀行の後藤隆を中心として、グループの再編が行われ、西武鉄道グループは、 西武グループの名称に変更して再出発した。西武グループの故障は、鉄道、流通両グループ形成前のグループの名称、またはその後の西武鉄道グループと、セゾングループの両グループの総称としても使われることもある。分裂後も、時折同一のグループとして混同されたこともある。なお、吉明が失脚し、西武ホールディングスが発足した後は、 西武ホールディングスを中心としたグループの意味で使うことが多い。2017年現在、西武グループの純粋持ち株会社である、西武ホールディングス社長は、西武グループを再編した、後藤隆である。西武ホールディングスの本社は2017年現在、所沢駅前にあるが、陶器場の本店は、東京都豊島区南池袋1丁目16番15号となっている。 なお、この地においては2011年9月まで光、通信本社がメインテナントで光センタービル名称だったが、同社が2011年10月に移転した上に建物自体も老朽化が目立っていたため、2012年7月に同ビルを高層建築物のオフィスビルへ建て替え計画が発表された。池袋旧本社ビルの敷地に加えて、 西武池袋線の線路上空や、線路西側の所有地を活用し、新たなランドマークとなる、ダイヤゲート池袋を建設。2019年春に開業し、西武ホールディングス本社機能は、同ビルに移転した。西武グループは、西武ホールディングス参加の事業会社である西武鉄道、プリンスホテル、西武プロパティーズと、 その子会社と孫会社を含め77社より構成されている。西武鉄道系は、地方鉄道の大見鉄道、伊豆箱根鉄道及びその子会社を除き、原則的に企業名の先頭に西武がつく。鉄道系以外では、例外は、豊島園と武蔵の辞書、横浜アリーナである。 廃止された、主な事業等の一覧伊豆下田バス、伊豆急下田駅前にて2006年9月には、新生西ブグループの象徴として、旧セゾングループのクレディセゾンと共に、パスモ対応のクレジットカード、西ブプリンスカードの発行を開始した。このカードのイメージキャラクターに、参加プリンスホテル所属のフィギュアスケート選手、荒川静香を起用している。このカードは、 西ブグループの軽井沢プリンスショッピングプラザペペやステーションビルやエミオにある店舗で提示すると税抜き100円につき1ポイントが加算される一部のペペにある食戦紙で毎週土曜日に利用すればポイントは2倍となるまた食戦紙ではエコスタンプカードというものがありこのカードにスタンプが20個揃うとプリンスカードに20ポイントが加算されるそして 毎月25日には、ペペ全館が、ポイント2倍となる。その他に、ビッグボックス高田のババ、プリンスホテル、一部の駅売り店で利用できる。また、西武園遊園地で提示すれば入場料が、割引される。西武園線や滋賀県を中心に、大規模分譲地と小規模な有給者誘致の、造成販売を自社で実施してきたが、2010年から、 西武鉄道は不動産販売業に関しては、西武プロパティーズと連携して行っている。下記の他の分譲地は、西武不動産を参照されたい。西武という名称が、武蔵国の西武を意味するため、このエリアにある企業には、グループ外でも名乗る例はしばしば見受けられる。また、旧西武流通グループ、セゾングループを構成した企業の大半ももともとは、鉄道。 流通分立前の西部企業グループの一員だったため、西部を関する企業が多く、西部グループ、セゾングループの混同のもとになっている。なお、西部、西部の一部分野における商標登録は、西部ホールディングスと、そごう、西部が共同で、権利者として、出願、登録されている。旧セゾングループで現存している、企業旧セゾングループ以外、ありがとうございます。